茶内駅は、北海道厚岸郡浜中町茶内見取113にある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。電報略号はチ名。事務官高度は11445。釧路駅と根室駅のほぼ中間に位置する。1978年の茶内駅と、周囲約750メートル範囲。右上が、根室方面。千鳥町にずれた。 相対式ホーム2面2線と、駅裏側に副本線、駅舎横の根室側に、く型の貨物ホームと引き込み線を有する。貨物扱いが廃止される1年前だが、すでに駅表裏ともに、ストックヤードは全く使用されていない。貨物ホーム側のヤードに接して、この写真の6年前に廃止された、浜中町駅軌道の停車場が設けられ、数本の側線も有していたが、 設備はすべて撤去されて跡形もなくなっている。この軌道は本線に沿って少し根室側に向かった後、ほぼ90度のカーブを描いて、西北にある分岐点の秩父内停車場へ向かっていた。写真中央よりやや右上にカーブする軌道跡と上端中央より左側に、用水路上の小川を渡っていく軌道跡が残されている。国土交通省国土画像情報をもとに、 作成1972年までは駅前に期間762ミリの簡易軌道車内線の事務所と車庫が置かれており、奥地の再演種別、厚市町の別館編牛、別海町の上風連との間を結んでいた。所在地名より、アイヌ語で、鮭の産卵場のある、川を表す、イチャン内に由来するとされる、相対式2面2線ホームの地上駅、 駅舎側が一番乗り場となっており、二番乗り場にも待合所が設置されている。その二番乗り場を挟んで、もう一本側線があり、補線のために使用される。一番乗り場、二番乗り場ともに、校内踏切がある。線内を運行する普通列車、快速列車ともに全て停車する。釧路支社での集中制御による無人駅。駅舎は、友人時代の建物を補修して、 そのまま使用している。旧駅津と無室は浜中町の展示コーナー、触れチャ内館となっており、浜中町駅軌道の写真、資料が展示されている。ルパン三世の作者である、モンキーパンチの出身地であることから、出入り口にルパン三世の看板と一番乗り場に銭型警部の看板が設置されている。2020年4月6日に JR 北海道が、 花崎線区間でのご当地弁当を楽しむ取り組みを目的に、茶内駅を発着する一部列車で、以下の駅弁の出張販売を行うことを発表した。1日の平均乗降人員は以下の通りである。駅前は、茶内有料商店会を中心とする比較的大きな市街を形成している。また、駅裏の茶内朝日地区は、製材や水産加工等の工場が立地しているほか、 近年は、住宅の建設が増えつつある。現在の運行ダイヤでは、早朝の釧路方面への通勤、通学や特急、スーパー大空への接続に不便なため、厚岸駅6時40分発釧路駅普通列車の始発駅を変更するよう要請されている。北海道旅客鉄道根室本線快速、花咲快速、のサップ厚岸駅、茶内駅、浜中駅。 普通、伊藤井沢駅、茶内駅、浜中駅、浜中町駅、道茶内線から1972年、廃止茶内駅、国道駅。ありがとうございます。